舎だね。あ、はい、ベッド外殺し。ディフューザーないんじゃないか。ディフューザー上にある、上にある。見てる。てか、シオンセンサーでお前場所分かんない。当時。飛ばしてんだけど。あ、いるいるいる。3番ピン。3番ピン。ウィビトラは見えねえ。うわぁ、嫌な待ち方してるこの人。あらやだ、あらやだ。一旦ガレージだけ外します。はい、ガレージ。なんかガレージいる。あ、間違えた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 。いや、間違えた。あ、一回、ランジ、ランジ、ランジ、オリックスよ。ガレージ、オリックス。ラスト、ガレージ。ディフューズセットしてる。あれ、ワン。あ、それ、あれ、ちょっと、ワン枚です。あ、地下降りた、地下降りた、地下降りた、地下、地下、地下。あ、おかえ上がってくるしかないよ。おかえ、おかえ、おかえ。ガレージ分かるよ。あ、ガレージ来た。ガレージ、ガレージ。カメラ壊れた。あれ？うわぁ、キモい人いる。ん？どうしたの？なんかあった？うわぁ、一人だけめちゃくちゃ堅実な人いる。どうかした？よ。まだいるんだったら打ち込みするけど。これだった。変な人。いやー。あ、死んだわ。箱中。爆弾を見つけた。1番、2番ダウスってな、ダウスカネが見えない。これダウンなの？ダウンなの？ダウンなの？てかさ、炎症終わってさ、尿の、排尿の痛みはなくなったんだけどさ、次すげえ尿しにくくなっちゃってさ。しにくいってどういうことなの？すごい気張んないといけない。うんこレベルで気張んないといけなくて。気張んないと、おしっこでなくなっちゃって。なんかね、あの力入れたら出るとかじゃなくて、なんか時間経過を待つっていう。なんかその、イメージで言うと、いつもだったら、やばい、もうやばい、漏れる、漏れる、漏れるって言って、ダッシュでトイレ行ってる時の、排尿の、ノリじゃないと、あの、通っていかない。よしって。だから今ちょっと前立腺によるね、尿道の防衛率が非常に高くなってるの、うちに。防衛率非常に強い。しかも結構ね、多分ワンオンスリークラッチぐらい出てくるのよ。俺の膀胱の手前にね、あのマエストロ持ったアップがずっと待機してる感じなんだよ。ダリーな、全然突破できない。4人ぐらいの尿で押し寄せるとやっとキルできる感じ。ファッキーマー、そこでいいのエロすぎだろお前。まあ今のクレームはエロ、真似しよう。どっちか見てよ。準備室の進行か、割れたところか、どっちか見ようか。準備室の方見るわ。あ、オッケー、あ、オッケー。どっちスキャンされんだよな。これが見ようか、それか。モンタンにやって、ぶつる、ぶつる。うわー、ロックされてたわ。これダメだ。あ、プロスラー、あんまり左側に行くとね、あ、いや、ピークが早すぎなんだよ。スキャンされる。お疲れ様ね。リロードする。あとモンタとノーマークマネージャー。味方がだいぶ引いてみてる。ユーザーセットしない？ポイントもう入って進行されてる。いつだこれ。モンタじゃねえ。ナイス、苦しいな。もう一人もいる。映画は、あー気持ちいい。まさかこんなクソ起きしてると思わんやろ。欲望に従った結果、案の定量を振りで死んだけど。クリアだったよ。そうや。はい。ああな。
ないよ、これ。あら、いい。あ、ない。あ、ないさんね。キッチン前のカメラ壊れた。地下にいるの味方？いや、敵だと思う。敵だと思う。地下いるの。赤パイ来てるわ。赤パイ、地下。どっけ？ナイス。うおー、ちょうど。一人やった。ね、もう一人だ。あと下。ちょうど、ゾフィアだから死んでるね。ダイニングにいるであろう敵だと思うんだけど。あ、俺ベッドの奥だ。ベッドの奥。あら、バリケン右にいた。お、終わったか。いや、けどここで甘えんのをやめたら俺たち男が去る。ごめん、こっち見とんかい。ちょっと正直ワンオンワンになってくれって願ってる俺がいた。いや、どうしようかなって思ったんだよな。焼きたてのメロンパンがなぜ流行るか知っているかい、みんな。わかんない、なんで。メロンパンってそもそもパンとして結構 不十分って未完成な部分がありまして、メロンパンってあのパンの生地の部分と、あとその外壁がクッキー生地になってるんですよ。あ、そうね、うん、らしいね。で、パンとそのクッキーの時間って焼成時間がそれぞれ違うんですね。だからパンの焼成時間、正しい焼成時間であろうと思うとクッキーは生焼けになるし、クッキーの正しい焼成時間であろうと思うとパンがパサパサになってしまうんですよ、焼きすぎて。爆弾を確保した。はい。で、結果、まあパサパサになって焦げ焦げになっちゃうよりはマシってことで、パンの焼成時間でクリームパンのメロンパンを焼くことが多いんだけど、そうすると焼成時間が不十分だから、あのクッキーが冷めてしまうと水気を帯びてめちゃくちゃベチャベチャになってくる。で、焼きたてのメロンパンだけは唯一焼成時間が甘くてもまだ水分も入ってないから、あのクッキー生地の状態を残しているので、あれが本来のメロンパンの形なんですよ。短いんですよね、メロンパン。故にメロンパンの立ち売りっていうのは流行ってるし、あの成立するんですよね。他のパンじゃなかなかそれは成立しない。物によっては冷えた方がうめえもんな、パンって。そうなんです。焼きたてジャパンでやってました。メロンパンってさ、食べることないんだよね。うそやろ。食わずに育つことある。話変わってきた。そもそも菓子パン自体がそんなに好きじゃないんだよね。足立区はメロンパン存在しないとか言い出すけど、爆弾が見つかった。